ナルコス・メキシコ編はカルロベルナールとダグミロによって創作されたアメリカ合衆国の犯罪ドラマシリーズである。ナルコス・メキシコ編は現代メキシコの麻薬戦争を独立した数多くの中小の麻薬組織が乱立していた1980年代前半に遡って描く。当初はナルコスのシーズン4として企画されていた。ナルコスのシーズン1から3が コロンビアの麻薬戦争を扱っていたのに対し、本シリーズはメキシコの麻薬戦争を描く。2018年11月16日にネットフリックスで配信開始された。2018年12月5日、シーズン2の制作が発表され、2020年2月13日に配信された。2020年10月28日、シーズン3の制作が発表された。 1981年、グアダラハラカルテルは強力な指導者、ミゲル・アンヘル・フェリクスがジャルドを得て、構想を経て、多くの麻薬組織、プラサを統合する。フェリクスは腐敗したメキシコ政府当局を取り込み、アメリカを市場として、マリーァナを輸出して、虚益を上げる。やがてフェリクスは、コロンビアのカリカルテルとメデジンカルテルのコカインの、アメリカへの輸送にも乗り出す。 アメリカ DA 捜査官で、メキシコ系のエンリケ、キキカマレナは、ミオモの妻と息子と共に、カリフォルニアから、メキシコの DA グアダラハラ支局に赴任して、捜査に加わるが、メキシコの構造的な腐敗に直面する。キキは、フェリックスの捜査を進め、広大なマリファナ畑を壊滅させるが、報復として誘拐され拷問、殺害される。キキの妻や、 上司の本走がアメリカ・メキシコ両政府を動かし、幹部のドンネトやラファは逮捕され、組織は危機に陥る。だがフェリックスは政府幹部が自分に協力した証拠を使って、逮捕を逃れ、緩みかけた組織を守る。危機の上司も DEA に協力したメキシコ司法警察のカルデローにも転出させられる。危機の死によって長年にわたるメキシコ麻薬戦争が始まり、 D.A. は、フェリクスとグアダラハラカルテルを追う、新チームの指揮官ウォルト・ブレスリンと、彼の部下達をメキシコに派遣し、レジエンダ作戦を開始する。危機殺害の報復のために、D.A. は、レジエンダ作戦を立て、指揮する、ウォルト・ブレスリンは誘拐と拷問をもためらわずに、殺害犯を探す。殺害の経緯を知る、国防大臣のおを逮捕するが、捜査は、 アメリカ国務省によって集結させられる。アメリカ国境に面するティフアナプラサを通るシナロアプラサの麻薬にフェリックスが税を課して両プラサ間に緊張が高まる。シナロアプラサの幹部のエルチャポはティフアナを通さないためにトンネルを掘る。ウォルトは両プラサを対立させるためにトンネルの存在をリークしティフアナプラサはトンネルを破壊する。シナロアプラサのパルマは フアレスプラサのアコスタと組み、フェリックスに対抗しようとする。これを嗅ぎつけたフェリックスは、パルマとアコスタの殺害を命じる。アコスタはウォルトに接近し新聞に暴露記事を載せるが、メキシコ連邦警察とこれに協力する FBI に襲撃されて殺される。麻薬の応酬が増えてフェリックスは苦境に落ちる。フェリックスはマリアと離婚し、イサベラはフェリックスに隠れ。 ティフアナプラサと組んでアメリカにコカインを輸出しようとする。フェリックスは CIA によるニカラグアのコントラへの武器輸送を受け負って CIA に食い込む。ライバルのガルフカルテルの指導者、フアンゲラに近い大統領候補の当選を不正行為で防ぐ。カリカルテルのパチオと交渉し、そのコカイン輸送をめぐってガルフカルテルと張り合う。アマドに命じて、 カリカルテルの大量のコカインをアメリカに供給する。ウォルトはアマドの飛行機に追跡装置をつけるが、おとりに騙されて、チームのほとんどは殺され、ウォルトは感触に左遷される。フェリックスの垂れ込みにより、ロサンゼルスでカリカルテルの大量の麻薬と金が押収されたため、輸送費を払えなくなったカリカルテルは、フェリックスにアメリカでの販売権を分け与える。フェリックスは、 パルマを許す代わりにその妻子を殺して、見せしめとし、マリアは再び、フェリックスから去る。フェリックスは、各プラサを集めて、会合を開くが、反発したアルジャーのフェリックス兄弟のティフアナカルテル、エルチャポのシナロアカルテル、そしてアマドのフアレスカルテルはすべて連合から抜ける。フアレスカルテルは、カリカルテルのアメリカへの麻薬輸送を受け負う。ティフアナカルテルはイサベラを、 ティフアナから追い出す。メキシコがナフタへの加盟を望んだため、フェリックスはカルデローニに逮捕される。現場に復帰したウォルトに刑務所であったフェリックスはカルテル間の抗争によるメキシコ麻薬戦争の激化を予想する。麻薬ビジネスがグローバル化し始めた1990年代に舞台を移し、フェリックスが築き上げた一大帝国の崩壊後を描く。 マイケル・ペーニャとディエゴルナが主演する。2016年9月6日、ナルコスのシーズン2の配信開始の直後、ネットフリックスはシーズン3及び4の更新を決定した。シーズン4の制作は2017年の後半、シーズン3の配信開始後に始まった。2018年7月18日、シーズン4は新シリーズ、ナルコス、メキシコ編として、 キャストを一新することが発表された。2017年12月、マイケル・ペーニャとディエゴルナの主演が発表された。数日後、マット・レッチャーのレギュラー出演が発表された。他には、テノチウェル・タマ・ホーア、ウォーケイン・コチオ、テレサ・ルイズ、アリッサ・デアズ、ジョゼ・マリア・スピックが出演する。メキシコ人監督のアマト・エスカランテとアロンソ、ルイース・パラ・チオスらが監督をする。 2017年9月15日、シリーズのロケーション場所調査スタッフのカルロス・ムニョス・ポータルがメキシコ中央部のテマスカラッパの郊外で複数の銃弾を受けて殺された。メキシコの司法長官は目撃者はいないが捜査は継続すると発表した。麻薬ギャングの事件への関わりが取り沙汰されている。2018年5月現在事件は解明されていない。ありがとうございます。